松野博一官房長官は7日、衆参両院の議員運営委員会理事会に相次ぎ出席し、通常国会を17日に招集すると伝えました。政府は招集日に2022年度予算案を提出し、与党と協力して年度内成立を目指します。7月10日投開票となる見通しの参院選に向け、与野党が 新型コロナウイルス対応や岸田政権の経済対策などをめぐり、論戦を交わすようです。会期は、6月15日までの150日間、初日に天皇陛下をお迎えしての開会式、岸田文雄首相の施政方針演説など政府4演説を実施、各党代表質問は、衆院で19、20両日に、参院で20、 21両日に行う方向、参院選を控え、政府、与党は、提出法案を極力絞り込み、子ども家庭庁設置法案、経済安全保障推進法案などの重要法案の成立に全力を挙げる。会期は延長しない方針で、公職選挙法の規定により、参院選の投開票は、7月10日となる見込みだ。首相は、 看板政策の新しい資本主義について今春をめどに全体構想をまとめる考えで国会審議ではその具体策が大きな論点となりそうだ。立憲民主党の泉健太代表は7日の記者会見で新しい資本主義がアベノミクスを否定するのか肯定するのか明確にしてほしい。と述べた。 通常国会では、文書通信交通滞在費の見直しも焦点だと思います。自民党の高木敦史国対委員長は、7日、日本維新の会の遠藤隆氏国対委員長と会談し、首都公会などをめぐり、各党各会派による協議体を設置すると提案し、むね理解を得ました。